沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は親子の絆づくりについてお伝えしたいと思います。泣いても放っておかないと抱き癖がつく。こういったことを言われて、ああもうそんな泣いたらすぐ抱っこしてたら大変よ、ずっと抱っこしないといけなくなるよ、なんて言われたことがあるっていう人はいますでしょうか。で、このよくね、抱きすぎると抱き癖がつくから抱っこしすぎない方がいいっていうふうに聞かれる言葉なんですけど、これに関してですね、子どもの心を育てるという観点からすると、丸か×かというと、×になります。赤ちゃんをが要求するときに、泣いたらね、いつでもここにいるよ、あなたのことを見てるよって言って答えてあげる。そういうふうにしてあげないと、赤ちゃんの発達の遅れにつながったりするということが、子供の心を見る精神科の先生たちから、いろんな研究から分かってきてるんですね。赤ちゃんっていうのは、いつでも抱っこされて、一緒に遊んだり、この心、言葉のキャッチボールをしていくということが大切で、乳幼児期、赤ちゃんの時期っていうのは、基本的信頼感を育むときなんですね。で、この基本的信頼感っていうのは何かっていうと、自分は必要とされる存在で、周りは信頼できるんだっていう感覚で、赤ちゃんの時期っていうのは人生の土台作りになるんですよっていうことなんです。そのことを分かりやすく書かれている本が、この佐々木先生の子供への眼差しという本です。1998年に発売された本で、古いんですけど、古くて新しい。もう、子供の心を育てるっていうのは普遍的な考え方で、非常に大切なことで、そのことを、この本の中で分かりやすく、佐々木先生は伝えてくれてます。で、どういうことかっていうとですね、人生をお家の建設に例えると、乳幼児期っていうのは基礎工事の時期なんですよっていうことなんですね。小学校や中学校では、柱や、お家の柱や床に当てはまるかもしれないし、高校になると外装工事や屋根の瓦。で、大学院っていうのは内装工事や家具だったりするかもしれないと。だからもう大学院になってくると、いくらでも取り替えることができるし、後からいくらでもできますよと。80歳になって、大学に入ったなんていうね、お話を聞いたこともあるんですけど、後からの部分はもうやり直ししやすいと。でも基礎工事をやり直すっていうのは、お家ならばもう全部取り壊して更地にしてっていうふうにもできると思うんですけど、でも、人間だとそうはいかないというところですね。で、私ですね、医者になって7年目、8年目ぐらいの時に、次女が生まれた後に初めてですね、母乳育児を勉強し始めて、で、そこで母乳育児シンポジウムっていう集まりに参加したんですね。この母乳育児シンポジウムっていうのは、母乳育児を学びたい、サポートしたい、しているっていう人たちが全国から集まって情報交換をするっていう年に1回の、母乳育児の会が行っている集まりなんですけど、そこに初めて参加した時に、精神科医の先生が参加されてました。で、私は母乳育児になんで精神科医の先生が参加するのっていうのはちょっとその時すごく疑問に思ったんですけど、この精神科医の先生とお話しさせてもらってですね、子どもの心を育てるには母乳育児が大切だと行き着いたんですってことなんです。で、この思春期の子どもの心の問題に取り組むこの先生はですね、まず親御さんにこの子どもの心に問題を抱えた場合には、一緒にご飯を食べて一緒に寝てあげてください。こういったことをお伝えして、心の治療に取り組んでいくそうなんです。ただですね、精神科の先生が大きくなった子供の心の問題に取り組む場合には、基礎工事に手抜きをした建物を修復しているようなもので、とっても大変な作業なんですけど、なかなか成果が出にくいということを感じているということなんですね。で、基礎工事の時がもう大切っていうことで、これから出産されるお母さんや小さい子供を持っているお母さんたちに、基礎工事がとても大切なんですよと、目に見えないこと、それがとても大切なんですよってことを伝えたいというふうに精神科の先生おっしゃってました。で、この子供への眼差しの本の中でですね、佐々木先生はとても興味深い研究を紹介されてます。1960年頃の古い研究なんですけど、乳児院での実験で、赤ちゃんたちを2つのグループに分けたんですね。1つのグループは、夜中に、まだちっちゃい赤ちゃんっていうのは夜も起きて、ミルクも飲んで、またあやしてもらって寝かしつけてもらう必要があるんですけど、1つのグループは夜中に起きて、泣いたら抱っこして、ミルクあげて、寝かしつけてっていうのを今まで通りやってあげる。でももう一つのグループはですね、夜に起きてもミルクもあげないし、泣いても抱っこしないでそのまま放っておく。そういうふうにした場合に、二つのグループで、夜中にミルクあげて抱っこしない赤ちゃんたちはどうなったかっていうことになったんですけど、そうすると、3日も泣けば大体ね、翌日まで泣かないで待てるように赤ちゃんがなっていく。
っていうことなんですね。泣かないで待ってるっていうか、泣いても誰も来ないので泣かなくなっていったっていうことなんですね。で、泣き続ける赤ちゃんっていうのは例外的で、まあ、どんなに長くても2週間ぐらいでは泣かないで朝まで寝ているか、もしくは目を覚めても泣かずに静かにしているようになったということなんです。じゃあ翌日まで泣かないで夜ミルクを待てるようになった赤ちゃんっていうのは物分かりが良くて忍耐強い赤ちゃんだったのかどうかっていうところなんですけど、これに関しては結論としては、何もしないでもすぐ泣かないで朝まで待てるようになった赤ちゃんっていうのは、困難に対して早くギブアップする、そういった性質の赤ちゃんだったということなんですね。しかもです、それで自分がの状況をよく把握して忍耐強いというわけではなく、自分が受け入れられていないという感覚を身につけてしまって、周囲に対して根深い不信感と自分への無力感をもたらしてしまったということなんですね。っていうのは、赤ちゃんの時期っていうのはもうほとんど記憶にないですね。で、まだ言葉も話せないの時期、そういう心のとしてはっきり記憶に残らない時期に、もう何が起こってたか分からないその時期に、自分は受け入れていない、周りはこう一生懸命訴えても答えてくれないと、で自分では何やってももうダメなんだ、そういう無力感をもたらしてしまった、この実験からそういうことが分かったわけです。で、だから抱き癖がつくから抱きすぎない方がいいっていう言葉はですね、子供が自分が受け入れられてるっていうことを確認するっていうことの、そういう過程をですね、邪魔してしまうわけです。また人間の赤ちゃんっていうのもいつも誰かと一緒にいたい、そういう集団欲を持ってるんですけど、それも邪魔してしまうと。で、集団欲が満たされないと将来ですね、過食だったり拒食だったり、食事をする摂食の障害を持ってしまうと、そういうことが起こりやすくなるという報告もありますし、お父さんやお母さんとの赤ちゃんの絆づくりもうまくできなくなってしまう、そういったリスクがあるんですね。お母さんから受け入れられてもらっていれば、子供っていうのは否定的な感情を持ちにくいんですけど、ちゃんと受け入れられてる、自分はお母さんに受け入れられてるんだって、そういうのを確認する作業っていうのがもう本当に赤ちゃんっていうのはたくさん必要だということです。で、子供の時に認められた体験が元になって、子供っていうのは心の土台を作っていくわけですね。で、佐々木先生のこの子供への眼差しは、俗子供への眼差し、あと間子供への眼差しっていうのがあるんですけど、この間子供への眼差しでは、最初の発刊になかった発達障害、こういった問題のことに関しても書かれている本です。で、2011年に出てるんですけど、非常に分かりやすい本になってます。で、この中でですね、発達障害についても関わり方とかいろいろ書かれてて分かりやすいんですけど、私の中にちょっと響いたのがですね、最後の方にある一節なんですけど、子供への過剰な期待っていうのは、親が子供を愛してるっていうことを十分伝えきれないことになってしまうかもしれないと。で、現状のあなたには満足していないという感情を伝えてしまうことになりかねないということなんですね。どういうことかっていうと、まあ、子供にはいい学校に行って、いい教育を受けさせて、いい就職をして、社会的に成功してほしい、そういう気持ちを持って、やっぱりいろいろ子供はにやらせてしまうっていうところがあって、まあ、これは私自身に対する反省にもつながってるんですけど、教育熱心で子供にいろいろ習い事も含めてさせると。で、その時にもっと頑張って、もっといいようになりなさいっていうふうに子供に頑張らせるっていうことは、あなたの現状には満足してないよということを伝えてしまう。そうすると子供っていうのは自分を受け入れられてないって感じてしまうし、愛されてるっていうふうに感じられないってことにもなってしまう。だからそういう状況の時に、なんでこの子こんなに言うこと聞かないし、全然できないんだっていうふうに思ったら、立ち止まってこの子に対する十分な愛情があるかどうかを確認しなさいと。愛情を持ってこの子に接するってことが大事ですよっていうところですね。本当にこの人を愛してると思ったら間違いはないというところなんですけど、言うこと聞かないってイラッとしてるんだったら、それはちょっと大丈夫かなって考えた方がいいですよっていうようなメッセージですね。で、まあ子育てっていうのはやっぱりもう、いくつに子供がなっていても課題がたくさんあって、私自身もまだまだ子供を心を育てる、基本的信頼感を育てる、その思いでですね、自分の子供を育ててきたし、それからあとは、ゆいクリニックでですね、親子の絆づくりサポートっていうことで、生まれた赤ちゃんをお母さんが肌と肌をくっつけて抱っこして、生まれた赤ちゃんによく来たね、来てくれてありがとう、ここに来てあなたは良かったんだよって、生まれた最初の大切な時期、そこを大切にしたい、そういうふうな思いでゆいクリニック作ってますけど、それに関してもやっぱり
子供が自分を愛されてるっていう感じ続けるっていうことを常に再確認していく必要があるかなというふうに思っています。で、人間の赤ちゃんっていうのは一人で立って歩けない非常に未熟な状態で生まれてくるんですね。動物で言えば未熟児です。で、おっぱいを第二の胎盤と考えてください。赤ちゃんはお腹の中では胎盤からへそのつながって、お母さんと完全につながった状態なんですね。で、そこで栄養や酸素をもらう。これがつながった状態じゃないと赤ちゃんは大きくなれないと。で、生まれた後へその緒を切られてお母さんと離れたとしてもですね、赤ちゃんはお母さんとおっぱいでもつながってると。いつでも抱っこしておっぱいをもらうっていうのが、一人で立って歩けない時期の赤ちゃん、人間の赤ちゃんっていうのはもうつながってるようなもので大切なんですよっていうことなんですね。で、赤ちゃんはお腹が空いたらお母さんに抱っこされておっぱいを飲むし、お母さんの存在を感じると。で、ここでですね、赤ちゃんは基本的信頼感をまず学んでいくことができると。で、どうしてもおっぱいが育てられない人もいますし、でミルクでもだから赤ちゃんを抱っこして赤ちゃんの目を見て授乳してあげる、いつでもお母さんに泣いたら抱っこしてもらう、こういったことで親子の絆づくりをしていくということが大切なんですね。で、赤ちゃんっていうのはほっとかれると交感神経が緊張して額の体温が下がるなんていう、そういう実験もあるんですけど、原始では赤ちゃん一人でほっとかれるともう死を意味してしまう、非常に強い恐怖を感じてしまうんですね。赤ちゃんはもうたくさんたくさん抱っこされて絆づくりをしていくっていうことなんですね。で、牛乳に含まれているカゼインっていうのは非常に消化が難しいんですね。で、人工乳は牛乳を原料にして改良されてはいるんですけど、やっぱりカゼインが多いので消化が難しくって授乳の間隔が結構長くなってしまうんですよ。でもおっぱいっていうのは保冷タンパクがメインで消化に優しいので、だいたい90分ぐらいで消化されてしまうんですね。だから授乳間隔2時間ぐらいっていうのが結構当たり前だったりします。で、母乳育児をしていると頻回に授乳するので赤ちゃんから目を離しにくい、だからもうしょっちゅうだ抱っこしておっぱいあげるのも大変っていうところはあるんですけど、それが人間の赤ちゃんとして普通なんですよと。人間のおっぱいはそういうようなおっぱいなんですよっていうところなんですね。で、赤ちゃんとの接触が多くって赤ちゃんへの刺激が多いと、赤ちゃんもぐっすり眠りすぎないで消化に優しいっていうところで、乳幼児突然症候群がより少ないんじゃないかっていうような考え方もあります。乳幼児突然症候群の原因っていうのははっきりしてはいないんですけど、まあ消化に優しい分ですね、赤ちゃんはおっぱいを飲んだ後も胃腸にものすごい消化に負担になってぐっすり眠りすぎちゃうってことなく、ちょっとした物音でも反応しやすいと、そういうのが生理的に大事で、乳幼児突然症候群が少ないんじゃないかって、そういうような考え方もあります。で、乳幼児突然症候群を避けるためにもおっぱいで育てる、あと家庭の中でのタバコ、これはですね直接赤ちゃんの目の前で吸わなくてもやっぱり影響があるので、家庭内で喫煙者はみんな禁煙すると、あと赤ちゃんのうつ伏せ寝を避ける、こういったことが進められています。で、小児科医の白川先生が、人生の基盤は妊娠中から3歳までに決まる。人生で一番大切な3歳までの育て方。こういった本を書かれていて、子どもの心を育てるってことを非常に分かりやすく書かれています。この本はゆいクリニックで待合室に置いてたり販売もしているので、よかったらぜひ手に取ってみてください。で、この白川先生がですね、ゆいクリニックで以前講義してくれた時に紹介されてくれた内容をちょっとご紹介したいと思います。で、レジデンスっていう精神医学の言葉があるんですけど、これは精神的な回復力とかね、耐久力などとも訳される、耐える力みたいな、そういうような意味の言葉なんですけど、これと反対が脆弱性、バルネラビリティっていう、そういう言葉がある、弱いという言葉があるんですけど、このレジリエンス、子どもの心がね、自分で回復できるような、そういった力を身につけるためにどうしたらいいかっていうところですね。これを子どもに育てるためにはどうしたらいいか、まずお産の時にですね、お産する人はオキシトシンシャワーを浴びて女性脳を母性脳に変化させると。で、お父さんは父性脳でお母さんと赤ちゃんを守ると。で、このオキシトシンホルモンがすごい大切ですよと。じゃあ帝王切開だと陣痛のオキシトシンホルモン出ないよねっていうところでは、生まれた後に赤ちゃんを肌と肌でくっつけて抱っこするとオキシトシンホルモンがたくさん出てくると。で、このここで自分中心の女性脳から赤ちゃんを見る母性脳に切り替わるんですよっていうことなんですね。あと、子供が自分を肯定的に見ることができるように、子供を否定しないということです。あとは達成感が体験できるように褒めてあげる。あと、子供に前向きな姿を見せる。それから体を動かす、運動する、規則正しい生活をする、よく噛んで食べる、
思い出をたくさん残してあげる。あとしつける。文化伝統を伝えて対処法を伝える。あと子供が愛されていること、大切にされていることが分かるようにするためにはどうしたらよいのか常に考える。こういったことが進められています。で、最も大切な時期っていうのは、もう脳幹部、もう呼吸したりとかね、そういう、もう体の生命の、中心の脳幹部に例えて基本的信頼感を作る。お母さんと赤ちゃんのつながり。それが大切なんですよと。乳幼児期の時期がすごく大切なんですよと。で、そこからですね、豊かな感情を、持つようになる。大脳辺縁系が育っていって、さらには、行動が、高度な行動ができるようになる。前頭前野。こういうのが育っていって、情緒が発達していくんですよと。まずは、ここの根っこの部分から、感情、それから、知能と、そういうふうに進んでいくというふうな考え方ですね。なので子供の脳を守るためにまず子供をほっとかないようにする。で、じゃあ忙しいお母さん、一人で家事も育児もやって子供をずっと抱っこできませんって。そういう時には子供が泣いた時に、ちょっと待ってねって。で、もう手が空いたらすぐに赤ちゃんを抱っこしてあげる。で、おんぶしてあげたりとかね、子供といっぱい触れ合ってあげる。こういったことが大切です。で、少し大きくなった子供はですね、もう抱っこなかなかしなくなったり、つがつくまでは膝の上って言って、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つで、等になって10歳過ぎたらもういつでも膝の上に抱っこするっていうのはそんなには多くないかもしれない。でも、子供との絆づくりには少し大きくなった子供には読み聞かせ。で、膝の上の子供でも、もう抱っこ抱っこのずっと時期が過ぎて、おっぱい飲む時期、まあ、4歳でも5歳でもおっぱい飲んでいいんですけど、ある程度大きくなってお話もできるようになったら、いつでもおっぱいじゃないかもしれない。そういう場合に読み聞かせをしてあげると。でも、本当に子供が落ち着かなくって、なかなか集中して本を聞けない場合には、子供が寝てる時に読み聞かせをしてあげるっていうのも、良いんですね。で、それはどういうことかっていうと、読み聞かせをすると、読んでる大人の前頭葉の血流が増えて、読んでる親自身が落ち着くことができて、非常に良い効果が得られると、そういうことが言われています。で、大きくなった子どもとも読み聞かせをして、ゆっくりする時間を作るっていうことは、子どもが親にとっては親が自分に集中してくれるっていう感じを持つってことでも、とても良い効果が得られると思うので、おすすめです。以上ですね、親子の絆づくりについてお伝えしました。ありがとうございました。